皆さんの今やってることも、なんかそういうことだと思うんですよ。可能性があることだなと思いました。すごくやっぱ皆さんが持っている、もともとやっぱ根っこにあるものとか、その一番大事にしたいところ、特にね、その皆さんが話している前段のいろんな経験とか、そういうところから感じるものって、そのなんか種がものすごくあるってことを感じたんです。ただまだ今形が見えきれてなかったりとか、見えてないからこそ、ちょっとなんか一足飛びに落としどころとか解決策に行っちゃいすぎてるかなっていうのをすごく結構全体的に感じました。なのでなんか結構愚直に本当に目の前の対象者とかそのニーズとかってことを突き詰めていかないと答えにたどり着かないので、なんか焦らずに、やっぱ目の前の人とか目の前のこととか、次の一歩で何ができるかっていう、いきなりビジネスにならないけど、次の一歩、目の前でこの1ヶ月1年でやれるとしたら最大限ここまでやれる、自分が思い描いている中を詰め込んだちっちゃな取り組みがこれだとか、その次の一歩ってことを考えるのはすごい大事だなと思って、まあそれをやってることがだんだん積み重なっていくと、あのいろんな大きな動きになったりとか、本当に信じられなかったような人たちが手つけてくれたりとかっていうことが起こってくるなっていうのは、もう本当に僕もこの15年間やって感じてきていますし、僕もやってきたことも、次の一手どうするかっていうことを、あの先のことは妄想しつつも、次の一手どうするかってことしか考えていないなと、という今できる最大限のことは思いっきりチャレンジしようと思ってますけど、それ以上先のことは分かんないと思ってやってるので、なんかその一歩一歩っていうのはやっぱり積み上げて言っていただきたいなと、その先に多分皆さんが思い描いている以上のことが起こるんじゃないかなというふうには思っていますので、ぜひあの愚直に、目の前の、一人一人一歩一歩を積み上げていっていただけたらなと思いました。ぜひ僕も頑張りますので、皆さん頑張っていきましょう。今日はありがとうございました。